んっていう感じです。それとも昭和性お大パンチで追い中してあわわ入りなくて寝てた。ここまでは昭和性がいい感じですけども、立ち合いキックで垂直ジャンプ転生を落とす。微妙にコンボが繋がらないが、結構それがずらしになって2回連続でヒットしてます。がダメ足 US ソルクラッシュをジャパンスを連れて、これはラッキーだったが、さあこれでアコース、オルバスのダコースはハイパーマーなので泡が消えなくなります。さあ1本取ったな正月。さあ K の駒投げ位置で帰る、泡入って、おっと、あーっと泡出ないと思ったが、勝利をことごとくガード。さあ見慣れたこの試合、 DD は QB が昔苦手だったんですけど、航空福祉と重ねを習得することによって航空福祉と言ってた DD。さあちょっとコンボミスっぽいが、ダメージはもうこれでワンダウン、8秒ダウン、金をミスった。さあこっから QB が取り戻せるか、坂本起き上がりへのしゃがみ中盤重ねがかなり効いている。チューチュー台はかなり減りますよね。さあガキャン咲いている、テイクはガード、 QB も体力がないのでカッチの攻めは返しライダー、これでほぼ5分、8秒でダウンを取られたが5分に戻した。さあ体力はほとんど足らない、カッチャー1ゲージ、1ゲージはちょっともうすぐ2ゲージですね。対する坂本が4持ってる、 CR3 つ、この連携が決まれば DD すら変わらない。これ引っかかってしまった、橋が危ないぞ、ボケフある。さあまとまって入れてませんが、単発の打撃でダメージを受けた、カッチの方が上、大事なしっかりガード、中段が通って DD の攻めが通って DD が見事決勝まで駒を詰めました。